大阪市で24人が死亡したビル火災を受け、県内の消防が雑居ビルに緊急の立ち入り調査を実施します。調査は先週17日に大阪市北区で起きたビル火災で24人が死亡したことを受け、昨日付で消防庁長官から都道府県知事に対して通知が出されたものです。調査の対象は火災のあった大阪のビルと同様、階段が一つしかなく、地上3階以上または地下に不特定多数の人が出入りする雑居ビルです。仙台市消防局によりますと、仙台市内ではおよそ430棟が該当するということです。調査は消防設備の設置や階段やはしごの維持管理などを消防署員が実際に施設に立ち入り行っていくということです。